ファーストバックで、まあ順当時、基本的には順当時で、やれー、皆さん野球楽しんでますか？カモネギックス監督のシュウです。楽しんでますかと言いつつ、今は雨が降ってて、リーグ戦もナイター練習試合も中止になって、どうしようかなと思ってるんで、グラブについてまたお話ししたいんですけど、ちょっと今外野をやってて、型の好みというか、皆さん外野グラブどのようにやってるのかなっていう、で自分の考えはどうなのかなっていうのをちょっと考えてるんですけど、まあ雨の時はそういうこと考えたりしますよね。まあ、基本的には今自分は小指2本掛けにしてて、これはセンナリスポーツさんの片付けのグラブなんですけど、まあそうすると逆閉じで、正面で、まあ小指2本1本どちらでもやってもらえるんですけど、真ん中とウェブ下の2箇所のポケットで、真ん中となると人差し指の真下に当たるところにポケット2箇所と、ここの2箇所作ってくれて、結構ここのウェブ下だと、奥で掴む感じ、まあ当たり前ですけどになってます。で自分が今片付けしてるグラブ、今というか自分が片付けしてるグラブは、これ小指2本なんですけど、ファーストバックで、まあ順閉じ、基本的には順閉じで、奥のポケット1箇所にしてます。外野なんで、まあ自分たちのレベルだと、そういうレベルの話なんですけど、やっぱりフライを落とすというのが一番痛いんで、まあゴロとかでホームへ早く送球とか、そういうのもあるにはあるんですけど、やっぱりフライを確実なところで取りたいなっていうので、今はここの奥のポケットをつけるような形を今やってます。で千成さんの片付けは両方取れるような感じで、素晴らしいんですけど、どうしても自分今内野をやってて、真ん中フライでも結構真ん中で取っちゃうんですけど、まあ取れるんですけど、ちょっとランニングキャッチだとかギリギリの状態の時に、どうも真ん中が広くて結構真ん中に当たっちゃうことも多くて、まあ自分の技術不足なんですけど、なんで自分でつける時は、まあその真ん中につけにくいというか、つけるのは難しい点もあるんですけど、奥の一箇所で直す、さらに、ウェブ紐をしっかり締めて、ウェブと親指を動かすと、親指と4本の指で、親指と4本の指、それで挟むという感じになって作ってるんですけど、皆さんはどういう感じで作ってますか？例えばスラッガーさんのこの千成さんだと、基本的には指が5本自由に動かせるという形でなってるんで、その分真ん中でも奥でも取れるっていう感じなんですけど、結構紐は広げてあったりしてなってるんですけど、自分のでやろうとするともう紐をきっちり締めて、簡単にパクパクなるような感じで作ってます。皆さん結構紐を広げたり、指先の紐を広げたりする人もいると思うんですけど、外野グラブってどんな感じでやってるんでしょうか？どっちがいい悪いとかじゃなくて、皆さんどういう風にやってるかっていうのを、ぜひもし自分で片付けして5本指バラバラで真正面、自由に効くように真正面でポケット作ってるっていう方いらっしゃったらいいと思いますし、どんな感じで作ってるか、ちょっとこの雨の中なんで考えてみました。本日の動画は以上です。チャンネル登録、ツイッター、フォロー、ぜひよろしくお願いします。